沢信義は、幕末の苦行。県中納言、姉が孔子香水の逸夫。三位、沢田め良の養子氏。官位は、十三位、江門健介。沢家八代当主。維新後、初代外務卿。天保六年、姉が孔子香水の逸夫として誕生。後に、沢田め良の娘、藤子と結婚し、その婿養子となる。 安政5年の日米修好通商条約締結の際は、養父と共に直居に反対して、身八88強烈3次元に関わる。以後、朝廷内において、尊老上位派として活動した。文久3年に、藍津藩と薩摩藩が結託して、長州藩が京都から追放された8月18日の政変により、朝廷から追放されて都を落ちする。 長州へ逃れた後は各地へ潜伏し、同年10月、平野国尾村に擁立されて、田島国行くので拒兵するが、3日で破陣。田岡俊三郎、森玄三、関口大二郎、高橋光太郎と脱出して、四国、伊予国小松藩志らにかくまわれた。友州小松よりとした、源氏元年2月14日付の時世の句を京都に送っている。心知らぬ人のことの回とは、 地名人ンスマコに二つなければ、源氏元年六月まで、三木左三さんらにかくまわれる。三条、みみの命により、高橋幸太郎、三木左三、三木虎之助、おさき三人、三木玄一郎、田岡俊三郎により六月十二日、下関の白石正一郎宅に至り、再度長州に逃れる。全員の渡航費用等については、小松藩士、池原理三郎が苦面した。 伊予の国よりまた、長戸の国に至りける折赤馬関に雇りっていうメタにも、血ツひかえけり真心の赤間の関の草の枕におも、引き置き世の波になりきて、赤馬、関の月を見んとはまた、6月13日、白石昭一郎が、前田の台場に、沢京を見送り、白石の歌引きと、目無心は、矢竹院志保の早との瀬戸を、いかにとかせん、沢京の変化引き志保に引かはるとも、 歳のまと日はやとのせととちぎらん。現元年6月15日、田岡久常に別れる時として肉が読まれている。小ぞ分けし、小笹のろの重引きや今日の真袖のろならんとは限りなき、別れなからも同じ道に我もいつまて遅れやはする。源氏元年7月19日、源氏講師の変が始まる。慶応三年の王政復古の後は、三余、九州神部総督。 長崎府知事などの要職を務め、明治2年に外国官知事から外務卿になり、外交に携わる。外務卿として、日本とオーストリア・ハンガリー二重帝国との間に、最初の条約を締結し、国交を樹立する。条約は、沢信義外務卿、寺島宗則外務大輔とフォンペッツ全権公使との間で結ばれた。締結には、中日英国公使 ハリー・パークスの支援があり、早期に調印されたが、編務規定が引用されており、著しい不平等条約となった。このため、明治政府の条約改正事業において、改正すべき内容の最終目標とされた。明治3年、外務協として、各国公使に対して、条約改正について、条約所定の交渉期日を待って、衝議を開始する旨を通告し、 条約改正交渉の発端を作った。ロシア公使として着任する前に38歳で病死した。このため、ロシア公使には、急遽、榎本武明が着任することになった。苦行類別府より、ありがとうございます。